はい、こんにちは。フォーデブジップのゆき、改め脱皮の民の村長31歳です。先日、25歳の男の子に、はぁ、女って30過ぎたらババアじゃねって言われたことがムカついて、怒りに任せて、はぁ、ふざけんなよ。こっちだって21、22ぐらいの男の子と付き合いてえわ。それと比べたら25のおめえもおっさんじゃねえかよって思ったっていうことを、ついついツイキャスで言ってしまって、21と22の彼氏を急募しております。やっぱり言ったことは守らねば。はい、ということで本日は久しぶりにフルメイクをしたいと思います。はい、今日行うフルメイクは肌に良くて崩れづらくて全年齢ができる夏メイクをやっていきたいと思います。はい、ということでこのお題を持ってフルメイクを今回はしていきたいと思います。では、行きましょう。はい、ということで動画に行くと思った事情。今日はですね、初めてのことをやります。それは、メイク中に会話をするから動画が長くなるんだ疑惑が浮上しております。そこで思い出したんです。私、声を商売にしているじゃないですか。ということで、フォーデブジップユッキー、改め脱皮の民の村長は、ボイトレに通っているので、なまってさえいなければ滑舌がいいというところを見せるべく、初のナレーションで動画を進めていきたいと思います。では、行きましょう。はい、化粧下地はキスマットシフォン UV ホワイトニングベース、医薬部外品 SPF26 PA2 プラスを使います。医薬部外品のものでマット系の化粧下地は少ないので崩れづらく肌にもいいので本日はこちらを使います。はい、ファンデーションはメイベリンピュアミネラル BB フレッシュクッションマット01番ナチュラルベージュ SPF25PA プラスです。このファンデーションはメイク崩れしにくく外はマットなのに中はしっとりしていて肌が弱くて保湿が欲しい方にはこの夏おすすめなんではないかなと思います。ちなみに村長さこれ使うべよ。はい、次はアルージェモイスチャーミストローション。一度ここで化粧水を入れます。下地ファンデーションともにマット系を使用しました。なので常に乾燥を感じる肌に弱い方は一度ここで化粧水を挟んであげる方がいいかなと思います。資生堂スポーツカバー S100 番を使います。視聴者の方からアドバイスをいただいたんですが、クッションファンデーションのパフでのせると綺麗にのせられるということだったのでエチュードハウスのサンプルのパフを使ってのせてみました。そしたら本当に指でのせるより綺麗に仕上がりました。次はキャンメイクシェーディングパウダー03番ハニーラスクブラウンを使用します。今回下地もファンデーションもマット系のものなので自然に見せるためにパウダー系を選びました。次はメイベリンフェイススチュデュオ V フェイスデュオスティック02番ミディアムを使用します。ノーズシャドウファンの方お待たせいたしました。メイベリンでのノーズシャドウはお久しぶりですね。今日はオプションでヒゲもついております。次はシーティブハイライトカラーズ02番カレン。桃色と真珠色でできたセットのハイライトです。隣の図にある通りピンク色部分には桃色、水色部分には真珠色、そしてオレンジ部分は2つを混ぜた色をのせていきます。次はキャンメイクアイブロウペンシル02番ナチュラルブラウン。こちらで涙袋の影を描いていきます。ウォータープルーフで落ちづらく、そしてペンシルタイプなのでアイシャドウとなじみやすいので好きで使っています。アイシャドウはキスアクセントアイズ03番ホットオンミーを使用します。こちらのアイシャドウ珍しいんですがイエローブラウンが入っているアイシャドウです。こちらの白い部分を取って涙袋の影をぼかしつつ涙袋の膨らみ部分に入れていきます。そして彫りが深くなるように目頭部分にも光を足してあげます。はい、一番左のイエローブラウンをアイホール全体と目の下に入れていきます。次は上のイエローブラウンを目頭側に入れていきます。先ほどのイエローブラウンよりは発色が良くて、そしてラメが入っています。はい、ここで一度キスのアイシャドウを置いてマジョリカマジョルカシャドウカスタマイズ YE232 番を使用します。こちらを上まぶた下まぶたの目尻に入れていきます。こちらのアイシャドウは発色が良くて、そしてマット感があります。なのでキスのアイシャドウに合うかなと思います。不老不死モテライナー BR、 次はアイラインを入れていきます。周りのアイシャドウが明るめなので黒を入れてしまうと変に浮いてしまうと思います。なので今回は茶色を入れました。ここでキスアクセントアイズに戻して、こちらの黒でアイラインの上を消さない程度でなぞります。締め色になって、なおかつアイラインがにじみづらくなります。そして明るめのアイシャドウで立体感が薄くなるので、下まぶたの目尻にも少し足してあげると良いかなと思います。次は K とダブルラインフェイカー LB1 を使ってダブルラインを引いていきます。やはり明るめのアイシャドウの難点はのっぺりしてしまうことなので、うまく黄色は消さずに影を入れてあげるのが良いかなと思います。次はキャンメイクライティングリキッドアイズ02番ドレッシーピンクを入れていきます。キャンメイクから出ている涙袋専用のハイライトです。キスのアイシャドウの白はマット感が強いので、こちらで少しラメを足してあげます。次はマジョリカマジョルカラッシュキング BK999 番です。今回はつけまつげを使用するので、つけまつげに合わせてボリュームとロングを同時にできるマスカラにしました。次はアイブロウです。マジョリカマジョルカブローカスタマイズソードカット、色はハニーゴールドです。私の場合は髪の毛の色がグラデーションなので、眉毛は明るめにも暗めにもできます。なのでアイシャドウのイエローブラウンに合わせて明るめのハニーゴールドを使用しました。次はパウダーアイブロウメイベリーファッションブロウパレット BR3 番明るい茶色です。パレットの順番通り目尻に向かうにつれてだんだん濃く入れていきます。次はヘビーローテーションカラーリングアイブロウ01番イエローブラウンで眉毛を染めていきます。こちらもアイシャドウの色に合わせた色にしました。はい、次はつけまつげです。 D アップアイラッシュ01番スイート、こちらはナチュラルめなつけまつげなので、明るめなアイシャドウや控えめなメイクの時に万能に使えるつけまつげだなと思います。次はマジョリカマジョルカクリームでチーク OR313 番。今回は健康的な肌にしたいので、オレンジに少しピンクが混ざった色のチークにしました。次は雪肌精プレシャススノーフェイスパウダーをのせていきます。今回チークだけクリーム状のものを使用したので、チークの部分はしっかりなじむように、そしてその他の部分は白くならない程度にのせていきます。はい、次はメイベリンリップフレッシュ OR1 番マットマットしてしまうと違和感になるので、唇は潤いを持たせて、なおかつチークに合ったオレンジの入ったピンク色にしてあげました。はい、では最後にディオールアディクトリップマキシマイザーピンク、こちらを塗っていきます。唇がルージュに弱いので、からし成分が入って少しピリピリするマキシマイザーをしっかり塗ってあげます。はい、ということで完成しました。はい、目元は黄色のアイシャドウを入れて明るいイメージを作りました。はい、でベースに関しては、夏にあんまり色白っていう感じでいくと健康的な感じが失われてしまうので、最後のフェイスパウダーをのせてもなお白くならないようにトーンアップをするような下地やファンデーションは使わずにいきました。なのでチークもちょっとオレンジ色っぽい感じのを入れて、血色感というよりは健康的な肌っていう感じの雰囲気で、入れました。私たちは基本的に本当に紫外線に当たって肌を焼くっていうことはすごく難しいので、せめてメイクで健康的な感じを作ってあげたいなっていう、イメージで今回はフルメイクをしました。実際は肌は焼かず、でも夏だーっていうね、元気な感じを残して、メイクをしました。まあ、黄色系って、まあ、なかなか、ね、季節物の色っていうのもあって使いづらいとは思うんですが、まあ、逆を言えば、まあ、毎年毎年変わらない色っていうのはあるので、まあ、1個あれば、うん、毎年使えるっていういい色だと思ってます。はい、では本日は肌に良くて、崩れにくくて、全年齢ができる夏メイクのフルメイクでした。では本日もありがとうございました。また動画でお会いいたしましょう。フォータイムジップのゆっきー改めたアップの旅の村長でした。